とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はここやっていきたいと思います。ネザー荒野のデイリーチャレンジですね。報酬がアーティファクトとなってます。何が欲しいかっていうと、これ稲妻の矢筒ですね。稲妻の矢筒が俺ね254しか持ってないのよ。256が欲しい、最強のやつが欲しい、ということでやっていきましょう。それではいきますね。プレイヤー HP100% 増加するので、防具は火力特化の輝くロブ、これでいきます。稲妻フォーカス、帯電、タンブルビー、ポーションバリアですね。に冬の指先です。バーストボーストリング、クールダウンショット、アーティファクトチャージの連鎖反応で、スカルの大釜にダイナモと流れ込む魂がついたやつを使ってます。で、稲妻の矢筒ビルドでいきますね。ちょっと待ってちょっと待って、いきなり変更、マジか。変更もらったら速攻やられるやん。ちょっと待って、もうあいつらは無視だ。無理、あんな感じだとちょっとやられるよ。で、あれだね、無限もついてないし、クールダウンも1しかないので、矢が絶対なくなるのよ。なのでちょっと途中で矢を増殖していきたいね。まあ全く問題なく敵は倒していけてるので大丈夫です。で、ソウルも溜まってるね。溜まっていってる。あとは矢が出るのを待つだけ。なんか硬いやつがいるな。あ、防護ね。さすがに防護は硬いか。オッケー、ちょっと矢筒を探しつつ進んでいきまーす。一応矢は増殖しました。800本ですね。800本あれば、まあ最後までこと足りるでしょう。で、変更が来ない限り、まあやられることはない。HP100% 上がってるからね。OKOKOK。いや、でもキャプテンはいないかな。これもう終わり？もしかして。キャプテン一体もいなかったよ。終わり？なんか終わりのような気がする。いや、終わりだわ、多分ここで。いや、終わりかい早い早い、うっそ。あ、このステージこんなに短かったんだ。そうか、まあまあいいや。目的はアーティファクトなので、256頼む。ずっと欲しかった。お願いします。頼むよ。おー、はい、それでは戻ってきました。ついに来た、ついに256の稲妻の矢筒ゲットです。ついに。いやー、ずっとね254使ってて最強欲しかったんだけども、出ましたね。攻撃力結構上がる。35万、254が、31万7000か、31万8000。かなりダメージ上がったね。まあまあ、これあと一つ欲しいのよ。あと一つ。まあ、とりあえず、一個ね、出ましたので。いや、よかった。これずっとね、あそこがアーティファクトの報酬になるたびにね、言ってたんで、やっとゲットできました。はい、よかった。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。